神奈川県厚木市花見のまだらめと申します。お花に携わってからはだいたい22年ぐらいですか。前職が、半導体のエンジニアをやらせていただいてました。で、見渡す限り男性ばかりで、仕事も非常に忙しく、毎日徹夜あるいは終電の毎日だったもので、毎日こう心がカサカサしている仕事だったんですね。で、仕事自体はとても好きだったんですが、やはり私も若かったので、どこか女性らしいところを求めたいなと思っていたところ、いろいろやってみました。お花とかお茶とか、さまざま女性らしいと思うものを。でもその中で一番自分に合ってるなと思ったのがフラワーアレンジメントだったんです。で、こう何としても続けたいと思っていたフラワーアレンジメントだったんですけど、それが仕事になるといいなと思いながらいたら仕事になりましたっていうところですね。はい、私の仕事はだいたいお店の接客業と、あと生け込みになります。仕入れも行かさせていただいてます。で、仕入れはここら一番近い南関東さんでやらせていただいてるんですが、ここから車で10分しないところに市場があります。で、その周りにも仲買人さんもいらっしゃいますので、そちらでの仕入れもさせていただいてます。通常のお花屋さんでのお仕事の他にもいろいろやらせていただいてまして、まずお教室が県内にいくつかあります。で、そちらの方のレッスンとですね、イベントの方の企画もいくつかやらせていただいています。その他にやはりお花を世間一般の人に知っていただくきっかけって何だろうっていつも考えていた中で、いろいろお話しいただいてるんですが、ラジオのお仕事と、ラジオでお花のお仕事と、あと新聞の方のデジタル版の方でお花のご紹介のコラムを毎週書かせていただいています。ここは、会社が非常に多いです。すごく駅から遠い立地でありながら研究所が実はすごく多いのと、あとお寺もこの中ですとても多くて、うちも十何社お寺にも入らせていただいています。住宅街の中にあるというのもありますので、一般のお客様、お家に飾られるお花をお求めになられるお客様もたくさんいらっしゃいます。私はこちらの花見の2代目の店主になります。で、1代目は今も一緒に働いていますが、ご夫婦でもう自分の親代わりみたいな感じで可愛がっていただき、私が2代目を継ぐことになりました。で、こちらがさっきから気になってらっしゃると思うんですが、うちの看板猫店長のサブちゃんでございます。サブちゃんすごく実は有名で、雑誌テレビとあとネットニュースでも結構出てる有名な猫ちゃんです。お客様に時々聞かれることがあります。ユリは猫にとって良くないんじゃないの、と中毒を起こすんじゃないのってたまに聞かれます。で、うちは店長が猫でございまして、今この通り私の手に足をかけてますけれども、ユリ全然大丈夫です。猫ちゃんにとってお花ももう本当中毒ってよほどの量だと思うんですが、もううちの作業台の横に店長いつも構えてらして、ユリのお花もいつも横目で見ながらやってますので大丈夫です。全く問題ございません。ユリの魅力は何なのってなりますと、もう本当に最近、夏、今秋になりましたけども、夏本当に実感するんですけども、日本の夏が暑すぎるっていうところなんですよね。ですがやっぱりお客様がいらした時に、暑いから持つ花にしてって本当によく言われます。必ずと言っても夏は言われます。で、その時に間違いなくおすすめするのがこのユリになります。とにかく日持ちがいい。で、夏の暑さにも負け知らずというところで、私たちお花屋さんにとってはもう本当に最大の武器かなと思っています。で、ユリを入れるだけでもうお花束にしてもアレンジメントにしてももう豪華にすぐなっちゃう。もう1本だけでも勝負できるっていうのがこのユリの大きな特徴かなと思います。小さい子供さんからおじいちゃまおばあちゃままで気楽に気軽に立ち寄れるお店作りを心がけてますので、猫店長に会いにぜひいらしてくださいませ。